反乱を。かつて信長に全てを語ってもらいたい。そのためならこの勝負受けて立つ。来るか劉備、ここは地獄ぞ。信長はあちらにいるようだ。だが中央を進めば北の敵勢に脇腹を突かれかねぬ。まずは北の城を落とし、その後信長の元へ向かうとしよう。こたびの戦いは力を振るう覚悟を信長に示すためのもの。この劉玄徳も共に戦うぞ。僕の相手ができる強い人はいるのかな。総大将はあんまり強そうには見えないけど。ねえ、僕と遊んでよ。少しは持ってくれるといいな。私は力を振るい戦い抜くと決めたのだ。ここでひるむわけにはいかん。劉備殿が危ない。お助けせねば。案外やるけどまだ足りないかな。この程度じゃ僕は壊せないよ。かかっただ。諸葛一族の名にかけて討滅してくれる。伏兵とは。だがこの程度で私の覚悟はくじける。はい、ここを通すわけにはいかない。分事件参る。ならば真田の槍で貫くまで。いざ。まさしくもののふの鏡。見事。見事の一言に尽きるな。お前がいれば勝利は疑いない。わらわに任せよ。腕輪の力を引き出せるのは雪村殿、直虎殿。彼がいなくては信長も取り合ってはくれまい。二人とも慎重に進むのだ。勇んで無茶をせぬようにな。先日ま見えた趙雲という強者のようだ。私があの趙雲殿に似ているだと。それは光栄の至り。さすがです。あなたならばと思っておりました。この城は我らが包囲した。敗北を認め武器を収めてくれぬか。戦わずに負けを認めるなどできぬ相談。体は痩せても根性まで痩せ細ってはいない。神級よ。門の先にはどんな敵が。はぁ、幽霊。やむえば顔色の悪い敵なのじゃ。暴れるぞ。どうせ貴様は。おろち様。白白星と申す。手加減は無用だ。背後を狙われぬよう、この城は押さえておかねば。銀兵にここの守りを任せる。信一殿、銀兵を頼む。お任せを。銀兵殿と共にここは死守いたします。あとは私に。だがこの先にはそなたの父上もおられよう。親子で戦うことはない。
そのためここに残るんだ。トム、処置は優しいのじゃな。はい、さあ残るもので信長のもとへ参ろう。バラワに負けない。いかに苛烈に出迎えられよう、絶対に引けない。敵将、さっきより盛り上がってきたみたいだね。僕も混ぜてよ。大事な戦いの邪魔はさせん。しかしこの者どこから現れたのだ。お見せしよう。おお、見事の一言に尽きるな。お前がいれば勝利は疑いない。いいね、だけどあともう少しかな。道は開かれた。みんな私に続け。止めるよう仰せつかっております。あの人に会えて私を満足させられたら通してあげてもいいわ。共に壊しまくるぞ。よし、任せよ。あなたとの死闘よかった。信長、いざ勝負。あれ、ありません。これはどういうことだ。こんなにだ。あとは私にと。暴れるだろう。はかられたか。今ぞ劉備らを囲み焼き尽くせ。来たまれ。みんな、動じてはならん。我らは試されているのだ。何か手立てがあるはず。いや、いよいよ面白くなってきたね。今の必死な君たちなら楽しめそうだ。こんなところ、余計な敵と戦わねばならん。余計はひどいな。もっと遊べばいいこともあるかもしれないのに。あとは私。面白かった。俺にいいこと教えてあげるよ。あそこに信長が作った隠し通路がある。じゃあね。何？おお、ここを抜ければ外へ出られるぞ。信長の居場所から火の手が。だが雪村たちは必ずやこの危機を脱して戻るはず。我らは劉備殿や雪村たちの退路を確保する。城に迫る敵を切り崩すぞ。はい、劉備殿、無事でいてください。全ては信長様のため。明智十兵衛光秀、参ります。劉備殿、よくそこ無事だ。
そなたたちの助けがなくて危うかった。よくやってくれたな。はい、貴様を討ち取ったり。おう、見事の一言に尽きるな。お前がいれば勝利は疑いない。さすがは兄上、鮮やかな身のこなし。凄まじい気迫。ですが、信長様はランガをお守りします。選抜なのじゃ。おう、見事の一言に尽きるな。お前がいれば勝利は疑いない。雪村、無事だったか。お前なら切り抜けられると信じていたぞ。私も兄上の援護があると信じ突破しました。ここからは共に進みましょう。もうあの人に会いたいんでしょ。だって私に地獄を見せてちょうだい。まさしくもののくの鏡、見事修羅を抜き、ここまで来た。その覚悟、信長に見せる。信長、今承知した。皆、私に力を貸してほしい。全軍、信長のもとへ。召し上がったぜ。腕輪の力を借りたこの姿が対等に渡り合える。モノノフの意地、ここに示さん。信長様、私たち真剣なんです。分かってください。好きにはさせん。この信長を乱世を超えてみせよ。旋回でもなぜか成功したか。良き感じなのじゃ。